東京新聞望月磯子弟の犯罪疑惑は報道せず「週刊新潮」の2020年6月18日号によりますと東京新聞の望月そ子さんの弟が有料で外貨投資の勧誘などを行っており投資顧問業違反や詐欺に当たる可能性があることが明らかになりましたこの問題について望月そ子さんは 弟ととはほとんん。ど連絡を取っていませんツイッターの炎上は人から聞いて知っていますが、オンラインサロンについての詳しいことはわからないので、コメントは控えさせてくださいと説明しておりますが、望月さん、一応、東京新聞の社会部の記者でございますので、こういった犯罪疑惑は専門分野のはずです。弟さんの犯罪疑惑が、 事実なのかどうか、調査報道をしっかりと行うべきなんじゃないでしょうか。まあ、ただ、餅月さん、やっていることは記者というよりも活動家だという事実もございますが、また、この週刊新潮の記事の中に、餅月さんを、今なお官房長官の会見に出席し、絶望するどく菅、すが、 官房長官への追及を続けているとの紹介文がございますがこちら複数の事実5人がございますまず餅月さんは官房長官の記者会見に出席できておりません現在は感染対策で一つの報道機関あたり記者が一人しか出席できないようになっておりますので当然餅月さんは出席できておりませんまた絶望鋭く追及されていると 紹介がございますがこちら実際には餅月さんはデマばかりを流し菅官房長官に軽くあしらわれているという事実がございますので週刊新潮にはこの紹介文誤った記述が複数ございますのでできれば訂正していただくようにお願いいたします以上になりますご清聴いただきありがとうございました